会議を開きます、えー、この際、ご報告申し上げます、今回期中、本委員会に付託されました請願は、12種139件であります。各請願の取扱いにつきましては、理事会等において検討いたしましたが、委員会での歳費の決定はいずれも保留することになりましたので、ご了承を願いたいと存じます。なおおお手元にに配付いたたたしししまましとり今回期中本委員会に参考送付されました陳情書は 緊急事態宣言及び新型コロナウイルス特別措置法改正案、感染症法改正案に関する陳情書ほか10件、また、中央自治法第99条の規定に基づく意見書は、学術会議任命拒否について政府に徹底した説明を求める意見書ほか106件であります。念のためご報告申し上げます。次に、閉会中心者に関する件についてお分かりいたします。 第195回国会、篠原豪君ほか15名提出、公文書等の管理に関する法律の一部を改正する法律案。第196回国会、後藤祐一君ほか13名提出、公文書等の管理に関する法律の一部を改正する法律案。第196回国会、後藤祐一君ほか7名提出、国家公務員法等の一部を改正する法律案。第196回国会、後藤祐一君ほか7名提出、国家公務員の労働関係に関する法律案。 第196回国会、後藤友一君ほか7名提出、公務員長設置法案、第196回国会、安倍智子君ほか9名提出、性暴力被害者の支援に関する法律案、第197回国会、大阪誠二君ほか11名提出、公文書等の管理の適正化の推進に関する法律案、第197回国会、西村智奈美君ほか10名提出、性的指向または性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する法律案、第198回国会、大島敦君ほか10、 6名提出、天皇の大統に関する皇室典範特例法の施行の日の翌日以後における平成の言,言語を用いた法律の表記の取り扱いに関する法律案、第198回国会、近藤和也君ほか6名提出、国民経済及び国民生活に重大な影響を及ぼすおそれのある通称に係る交渉に関する情報の提供の促進に関する法律案。 第198回国会、山花郁夫君ほか6名提出、手話言語法案、第198回国会、山花郁夫君ほか6名提出手手視、視聴覚障害者等の意思疎通等のための手段の確保の促進に関する法律案、第198回国会中、中川正治君ほか4名提出、多文化共生社会基本法案、 第201回国会、安住淳君ほか19名提出、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律及び特定複合観光施設区域整備法を廃止する法律案、第,第201回国会、小川淳也君ほか8名提出、新型コロナウイルス感染症検査の円滑かつ迅速な実施の促進に関する法律案。 第203回国会、今井雅人君ほか7名提出、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する利用に関する法律の一部を改正する法律案、大西健介君ほか6名提出、子どもの最善の利益を図られるための子ども施策の総合的な推進に関する法律案、及び岡本光則君ほか6名提出、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案。 並びに内閣の重要政策に関する件、公民の制度および給与、並びに行政機構に関する件、営店および公式制度に関する件、男女共同参画社会の形成の促進に関する件、国民生活の安定および向上に関する件、および警察に関する件、以上の各案件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。 ご異議なしししと認めまますよよってそのように決しました次に、閉会中、審査案件が付託になりました場合の所見についてお分かりいたします。まず、閉会中、委員会において参考人の出席を求め、意見を聴取する必要が生じました場合には、参考人の出席を求めることとし、その人生予備日時等につきましては、委員長にご一任願いたいと存じますが、ご意議ありませんか。 ご異議なしと認めます、よってそのように決しました。次に閉会中、委員派遣を行う必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣の承認申請を行うこととし、派遣の目的、派遣委員、派遣の期間派遣地その他、所要の手続きにつきましては、委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます、よってそのように決しました。本日はこれにて散会いたします